どうも、流星です。バウンティーラッシュの配信、初めてやっていこうと思います。基本ですね、この2体、ハンコクとキングで、ゲーム配信進めていこうと思います。で、課金してないんで。なんで、まあこんな感じです。で、キャラタイプとしては、アタッカー無限の一味、超人系能力者、船長、新世界、この5択ついてる感じです。で、ハンコクに関しては、キャラブーストが、まず、こんな感じですね。3つついてる感じです。で、メダルの装備に関してはルフィ3枚って感じですね。はい。で、メダルとしては攻撃力が 70% で、魅力石化状態の時に 10% 増加。で、体力が 26% って感じです。はい。で、キングに関しては、変な感じでキャラブースト開いてます。で、メダル装備に関しては、まあ、こちらもルフィ3枚って感じで、体力が 70% で、防御力が 53% という感じに振ってます。はい。実際、プレイしていきます。さあ、それでは行きましょう。1試合目はキングでいきたいと思います。はい。で、相手は、クイーン、ルフィみたい。ルフィを倒していきたいなって感じですね。じゃあ、C 型、D 型狙いで、とりあえず行きましょう。いや、もうゾロとかね、対面になってきたら大変だから、なるべく逃げてっていう感じで来て飛んでくるよね。はいはい、でかい。で、後ろ来てるから、そかかと、あ、ちょ、え、待って、あ、そっちじゃない、 ルフィスキルない状態で、ルフィはちょっと厳しいな。逃げよう逃げよう、やめて。で、歌って残ってるな。やめて、助けて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 。ありがとうありがとうありがとう。で、あのルフィをちゃんと倒しときたいね。オッケー。で、オッケー。で、向こうの旗とで取れるかな。オッケー、シャンクスかな。うん、対応してくれてるね。オッケーオッケー。で、ここまず取って、で、あのゾロを一回したんかな。かっやったらかかとたち、あっ、ここ回避したところを、オッケー。あ、ちょっと待って、あ、多分ダウンしてなかったか。じゃあこれもう1回当てたら、自分の体力ごっつい右やった。あー、暗黒どうしようかな。あのゾロ倒しておきたいな。とルフィもキングで行くか。キングでオッケーで、ブーストも来てるんで、ゾロだけを倒していけたらどないかなるかな。これはバレてるけど、まだいかへんか。でもちょっと待って、体力があれ、あ、また歌さん、ごめんね。20秒ぐらいしか経ってなくない。え、うーん、ハンコクでいこう。で、あとこれちょっと待ってよ、3取れて守りたいな。向こうはあれ、あ、レイリー出てきた。あ、じゃあレイリー倒しに行こう。 OKOK、 ここ回避したところを狙って、いけ、 OK、 で、ドーン、シャイで、ここは取れる。いや、間に合う間に合わへん。ルフィね、オッケーオッケー。回避を入れて、関ヶ島、オッケーオッケー。防御力が上がった、オッケー。これルフィ勝てるね勝てるね勝てるね。回避したところ、オッケー。よし、で取って、もうハンコックはルフィに勝てるんだよ。で、最後ゾロを、いけ、で、あ、うん、とりあえず勝ちました。では2試合見ていきましょう。2試合目はキングからのスタートです。で、相手に関しては、あ、キングがいるんで、 C 旗 D 旗の取り合いを、まあ勝ちたいなって感じですね。じゃあ行きましょう。さあ、どうなるかな。キングが飛んだところで吹き飛ばせ、 OK。 で、ここしっかり D 先取って、本当に、あれ、
キング見たね。じゃあ竹取ってからの OK OK シートリーどっちも取れたね。でここ勝ちたいね。 OK で、前のこと回避入れないか。カイド全然見えんかった。あんなとこカイドおれんな。ここは勝ちたいね。プレゼル飛んでくるかな。 OK ここはダウンしとっていいや。で、回避されるかな。あ、されちゃったね。 OK ママ、ママありがとう。じゃあもうここはシートでちょっと守ろっか。で、カイド飛んでくるかな。行きたいな。あー、取られちゃったね。向こうの方行きたいけど、どうしようかな。まあまあ、カイド飛んでくんかな。もう行こうか、行こうかな。あー、OK。ここは、OK。で、ちょっと待って、ミストおるな、嫌やな。起こし取って、向こうは取られちゃうね。シャナじゃない。で、ビスタにはちょっと厳しいな。多分飛んでいった時に引っかかって、あ、またカイド、俺も。カイド邪魔、もう、カイド邪魔。フォロー行きたいけど、あ、どっちも取られちゃったか。仕方ないな。で、あ、待って、この前、あと、で、なんか先。だし、OK じゃあもうあと1分。ああ、ハンコクで行こう。で、青シャン相手してあげたいな。多分マム、タイマンやときついと思うから、どうしようかな。向こうの旗先に取れそうかな、取れそうかな。取った後、青シャン倒してあげたいな。OK、行ける。OK。で、オッケー、その間にハム取っちゃって、取っちゃって、頑張って頑張って、ハム頑張って、あー、マム死んじまった。あ、俺やばい。あと20秒。あ、もうここ耐えようか。2体来た。どうしよう、いける。うん、中でダウンして、中でダウンして、で、オッケーオッケー。で、ゾロありがとう。でもここは、お、青さん、ゴー、焦げ倒したのと、耐えた。オッケー、ありがとうございます。皆さん感謝です。さあ最後の試合行きましょう。韓国に行きたいと思います。で、相手はキングゾロヤソップで、この試合なんですけど、韓国ボロボロにやられます。もうね、ボロボロに、なんかもうかわいそうな韓国をね、最後に見せるんですけど、まあ見ててください。今からね、死に突っ込んでいきます。なんかいつもやったらキングにもう全然勝てるんですけど、なんかすんごい回避のタイミングずれてキングにやられちゃうっていうタイミングことが出てきます。もうこれで今からね、キングにどんどんかわいそうな目に遭うんですけど、あ、もうそっちじゃないよね。で、これ回避と、あ、もうやめて、もうで、あ、今回これが、オペオペ取れる取れる取れる。で、プシッ、キングが、ペチャって張り付いてる。ダルダル。って普通に喜んじゃったけど。OK、で、これで、ゴドリいけるかなっていう感じで、まあまあ、カイドに5つ。ああ、OK、OK。じゃあ、この感じも、ヤソップに当てに行ったら勝てるかなって。あ、オッケーオッケー、取れるね、取れるね。じゃあここ取って、こっちに取れちゃうかな。あー、残念残念。まあ、これは裏取り対応して、うんうん、いい感じでブースト来てるし、多分は筋肉落ちくるかな。オッケー、そのところをオッケー、あ、ブースト切っちゃってるね。うん、いっていって、なっ。で、もう回避のタイミングがこれもずれてて、あんこくー、そう、このキング嫌い。
そんなに、まあ、きっちりこれも最後勝ちですね取って、どっち行こうかな、あ向こうかな、でこのまま通り過ぎていきたいな、オッケー、でここ取って、どうしようかな、 D 取りに行く、あでもチーム来たよな、ちょっとここ耐えようか、回避してオッケー、ちょっともうここずっと耐えるか、きついと思うけど中でダウンして、オッケーオッケー、でオッケー、まあこれをずっと繰り返してたんです、もう耐えよう耐えよう耐えよう、ほか取ってくることによって、でシールド割っときたい、でもう耐えよう耐えよう耐えれるかな、誰来た、ヤソップ、で金、で誰誰誰、カイドウ、太陽太陽頑張れ頑張ろう、あんま取られる、あんあ勝てる、いけるいける、もうボロボロ、うん、ありがとうございます、本当に今日は見ていただきありがとうございました。Twitter、ブログ、TikTok もやってるので、ぜひ見てください。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。また明日。